いらっしゃいませ、ご主人様。どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、ラビュリンスというね、診断で追加されたテーマ、こちらご紹介していこうというふうに思っております。これ、どういうテーマかっていうと、まあ、テーマ解説の方の動画でもやりましたけれども、トラップビート、罠ビートのタイプのテーマでございまして、白金の城のラビュリンスっていうモンスターが一応今回のエースモンスターになってます。まだね、強化を残してますんで、まあ、今後にまたちょっと結構強くなるかなと思うんですけども、どういうテーマかっていうと、このフィールド魔法 と、トラップカードでモンスターを展開していって、で、トラップカードの効果で相手を除去していくっていうテーマになってますね。で、白金の城のラビリンスさんが、まあ、一応今回の、まあ、エースモンスターになってまして、まあ、この非常に父とケツがでかいと言われているこの召喚ムービーもあるエースモンスターなんですけども、こいつはどういう効果を持っているかっていうと、自分の通常トラップカードの効果の発動に対して相手はモンスターの効果を発動できないということで、モンスターでは、通常トラップカードを、まあ、無力化できないという感じですね。で、自分の墓地の通常トラップカードを1枚対象取って、セットし直すことができるっていう効果と、それから、自分の通常トラップカードの効果でモンスターがフィールドから離れると相手の手札フィールドのカードを選んで破壊するっていう効果があるから、トラップカードで相手のモンスターを除去していくと、めちゃくちゃ強いことが起きるみたいな感じ のデザインのテーマになってますね。はい。で、何でもね、ラビリンス、カードであればサーチできるこのアリアンナっていうモンスターが入ってて、あとこの下級モンスターたちは自分をフィールドから手札からぶん投げて手札を1枚墓地を送ると、デッキからラビュンス魔法トラップカードをセットできるっていう効果があるので、このストービー と、今回はこのシャンドラっていうカードが入ってるんだけど、このモンスターたちでこのラビュンストラップカードとフィールド魔法のセットをアリアンナと共に、まあ、頑張っていくという感じですね。で、このウェルカムラビュンスの効果でエースモンスターを出してトラップカードでビートしていくという、そういうね、感じの動かし方になっていきます。なので、アリアンナがめっちゃ強いんですけど、このアリアンナ、しかもロイヤルで出ました。はい、私。で、このロイヤル加工のアリアンナは、デッキからラビリンスカードを、5枚ほどセットできるんですけども、このカードを使っていくに当たりまして、こいつにウララとか無限保養とか打たれるともう結構辛いんですね。あと、このウェルカムラビリンスがそもそも、これセットするっていう効果はウララ踏まないんですけども、このウェルカムラビリンスのデッキから出してくるっていう方の効果はめっちゃ食らうんですよ、ウララを。なので、手数としてこの課金モンスターはあった方がいいと思います。今は、今の現状、今の構築は。はい。で、ウェルカムラビリンスは何をするかっていうと、デッキからラビリンスモンスター1体を特殊召喚できるよと、これがウララ踏むんですよね。せっかくこいつらがウララ踏まないのに、こいつらがこれがウララ踏むからなんかってなるんだけど、こいつは、出してくる、効果があって、でこのウェルカムラビリンスの効果にフィールド魔法があると、相手のフィールドのカードを 1枚選んで破壊するっていう効果付与できるんですよ。なんでこれとこれをやっぱ2枚揃えるのが大事ですね、まずはね。はい。で、ウェルカムラビリンスは、墓地に存在する状態で自分の通常トラップカードの効果でモンスターがフィールドから離れると、セットし直すことができるっていう効果があるんで、まあ、墓地をくらいターンに発動できないですよね。なのでこれで、フィールドからモンスターを離す通常罠が必要なんですよ。だから例えば強制脱出装置であるとか、まあ、ドラゴンパニシメントであるとかね、パニシメントでヌトスぶっ込んで、でヌトス砲でもう一枚剥がせるんだよね。まあ、そういう動きもできるから、まあ、この辺は、強い通常罠でモンスターを離せるカードを採用すればいいです。はい。で、通常トラップってやっぱね、この2枚は結構強いかなと思ってるんだけど、あと天狼接続とかもワンチャン強いかなと思ってるんだけど、それだけだとやっぱね、ゲームを決める力はないんですよ。ゲームを決める力はない。なんでやっぱね、環境に強い永続罠はどうしたって採用しないと勝率が上がらないんですよね、このテーマ。先日 YCSJ でも優勝されたあの方いらっしゃいましたけど、あの方の構築もなんか永続罠めちゃくちゃ入ってましたからね。なんで、まあ、今回はマスターディールで、まあ、強いかなと思っている永続罠をいっぱい採用してきましたけども、まあ、群雄割拠であるとか、御前試合、それから、魔封じの方向、これは今ね、ルーンとかね、楽園融合とか、ああいうカードたちも止めれますから一応ね。なので、まあ、これはあった方がいいと思ってますんで、がっつり採用しております。これがあったからこそ勝てる試合が何試合もあったんで、絶対入れた方がいいです。宗教上の理由で入れたくないっていう方以外は入れてください。はい。で、ウララをケアするための墓のも絶対入れてください。はい。ウララって止まるんで。このカードが。はい。で、あとはね、エクストラキャンも使わないんで、合金と、金券が入ってて、
まあ誘発はあのあんま入れられないんですけども、まあ増地とうららぐらいは入れときましょうみたいな感じで入ってますという感じですね。無限包容はねフィールドからモンスターを離してくんないから相性がいいように見えてあんま良くないから、まあ俺は入れてないけど、まああの入れても強いと思うけど、やっぱ結局ねこのあの白金の城のラビリンスもアリアンナもそうだけど、全部モンスターのが、トラップカードの効果で離れないといけないんですよ。フィールドから強制脱出装置はめっちゃ相性いいです。自分のモンスターもバウンスできますからね、はい、なあの相手もバウンスできるし自分もバウンスできるから、これはかなり強いので入れますけど、ちょっとねやっぱ無限フォローとかねあんまねなんかその相性はそんなにいいとは言えないかなみたいな感じかな、このテーマは。はい、早速ねちょっと動かし方ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。いらっしゃいませご主人様。さあラビリンスをね使っていきますよ。ラビリンスをね、はい、これ何捨てればいいんだろう、これ何捨てればいいかめっちゃむずいけど、これ増殖する字しかなくないこれ増殖する字捨てる暴挙出ないと、これあれじゃないセットいけないよな。これねこの火器モンスター の, あのデッキからトラップカードをセットするっていう効果があの春うららは効かないんでなんか強そうに見えるんですけど、一瞬ね結局ねこのねウェルカムラビリンスがねうらら踏むんだよね。お前何のためにうらら踏まないんだよみたいなね話なんだけどこれちなみにこのデッキターンマジ短いんで結構おすすめです。はい、初心者の方などなど、今作で失楽に来た今作で言うところのあれですわ、ルーンとか、まあ、捕食とかは割とターン長いですけど、このデッキはマジでターン短いんでね、まあ、新パックの中では最もおすすめできますね。はい、ちなみにこの楽園とかいうデッキをメタルためだけに具入環境入ってますんでね、はい、まあ、アルベルはどうでもいいや、アルベルはどうでもいい、この具入環境っていう激キモトラップカードを開くだけでやつの楽園融合は止まるって聞きました出楽園があるとなんか融合召喚の効果になんかその無効ができないとかありますけど、まあ、そんなことは関係ない、ルールで縛ってしまえば結局実質 無効化、出楽園とか関係ないんだよ。はい、転移速のみで頼むわ、お前のフィールド、あんたのフィールド転移速のみで頼むはい、何も出ません、何も出ませんこれ多分裏踏みますやめろな、言っただろ、こうなんだよこれな、よくないと思うマジで裏なとかいうカード、結局下級モンスターで下級モンスターでさ頑張ってセットしたのにさ、うらら踏むんだよ、このトラップカード。ふざけんなよ。ドロー。俺もうらら来るしよ。どうなってんだ、このゲーム。バグってたろ。一応、エンドルね。強制脱出装置。ちょっと取っといて。まあ、これ今ね、強制脱出装置で相手のモンスター戻したら、ウェルカムラベルセットできるんだけど、ちゃんま、なんかそれを今やったところでみたいなのがあるからな。あんま強くないんで、またどうせアルベル出てくるしね。まあ、一回相手の動き見ましょう。まあ、こっちも売られますからね。で、あ、融合ね。融合、オッケー、いいだろう。まあ、ガーディアン・キマイラが出てきそうになったら、手札にその、フィールドのモンスターを戻してあげればいいんで、そしたら、ガーディアン・キマイラ出てこないから、こっちの群雄割拠は飛ばされないと。はいはいはい。あ、バトル、オッケー、いいでしょう。ガーディアン・キマイラ出せねえや。そもそも。天使族。だからあれ。あれなんだっけ、属性。属性じゃない、種族。獣かなんかだった気がするわ。ガーディアンキマイラの種族弱っ。おま、このね、姫はね、手札から出ないんですよね、バトルモードじゃないから。早くあの迷宮の方のバトルモードの方の姫出してくんないと、マジ、これだけ、なんもこいつすべきずしたところ何もいけないからな、これ。すごい動きしていい。これさ、春うらら召喚してバウンスっていう意味不明ムーブしていい。意味不ムーブしていい。これで、強制脱出装置打つと。で、この春うららを手札に戻しますと。で、お前何がしたいねって感じなんですけども、こうすることによって、なんといっぱい効果発動できるんですね。いっぱい効果発動できるんですね。で、ラビリンス、シャンドラと、ウェルカムラビリンスと、それから、ラビリンス、ラビリンスの効果によって、ですね、これでいろいろ効果発動しまして、こいつで、白金の城のラビリンスを特殊召喚して、はい、
ういういういどう召喚ムービー可愛くないですか。いいですよね。でセットでシャンドラ手札に回収でさらに白金の人のラビレンスの効果も発動して強制立ち装置をセットしてました。はい、来ましたこれ強引すぎる、あまりにも強引すぎる盤面作成で、これでバトルフェーズ、まあ、シャンドラ消化してもいいけど、まあまあバトルフェーズでいいか。いやこれセットからの融合あるから、これあれだな、エンドラだなこれ。これね、多分で一応警戒しなきゃいけないのはガーディアンキマイラなんですよ。でこれを殴った後にモンスターをセットして融合でガーディアンキマイラって言われるとちょっとめんどくさい。まあ別に強制出し装置あるからまあいいけどさ、それでもめんどくさいはめんどくさいんで、ちょっともうちょっと場面作ってから攻めに行きますわ。はい、相手のガーディアンキマイラ一緒、お追ってた、これ自分から殴ってくるやつだな、オッケーいいだろう。まあそれはまあなんとかなるな。じゃあそうなってくると一応ウェルカムラビリンスを打った方がいいね。ウェルカムラビリンス、ラララない、オッケーで、まあこれはアリアンナかな。アリアンナ守備表示出して過去ロイヤル過去ね。で破壊するカードはトラップカードの効果で破壊したことにした方がいいか。アレベルを破壊する、ちょっと戦闘ダメージ入らないけどもいいや。で、チェーンいっぱい組める。でこれとアリアンナが一応チェーン1でウララを、まあ、ウララをケアしていく。でさらにラビレンスの効果を発動で白金の人のラビレンスの効果が発動したので相手のフィールドか手札のカードを破壊する。手札のカードを破壊、あ手札のカードができるのかこれ、あるな。ははいはいはい、いいですね、いいカード破壊した。でまあここは一旦ウェルカムラビレンスでいっか。はい、オッケー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 。これお相手しね、ガーディアンキャラ出すとしたらね、カードセットしてから動かないといけないんですけど、これ手札足りますかね。全部あれね、手札がねモンスターモンスターモンスター魔法じゃないとダメなんだよね。だからガーディアンキマイラ出せない説、まあ、普通の数値融合は別にいいかな、数値融合は別にいいや、キマイラ出ねえし、数値融合は別にいい。いや多分ねそんな、そうだよね、モンスターそう足んないんだよね、あんまり。多分あれでレスピアンクエリティス出てくる、まあそれはいいか。まあもうメインツーなんで別に殴られないから別にいいや。はい、で失楽院効果、レスピア持ってきながらアルバス持ってこれる、大きいだろう。まあ持ってきたところであんま関係ねえなそれ。あこれであれか、ガーキマ出してくるってこと、なるほど。でHM チェーンの効果を発動してパッチワーク持ってくる。でデスピアンの効果によってデスピアンモンスターを持ってこれる。はい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 、なるほど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 。で失楽院の効果でアルバス持ってこれると、あーうまいじゃん。でもさこれさ結局さ盤面に悪魔族いるから悪魔族しか出せないよ群雄割拠がきついね、群雄割拠が。いやこのさトラップカード名前間違ってんだよな、群雄全然割拠しないっていうね相手1体しか出せてないから全然群雄割拠しないけど、はいエンドしかできないと。ということでシャンドラの効果発動しましょう。シャンドラの効果によってウェルカムラビレンスをぶん投げることによってウェルカムラビレンスをセットできると。はい、これ結構ね強いんですよね。これでまた次のターンに俺がウェルカムを出せるということですわ。ターン終了はせんくともいいな。でこれで俺のターンでドゥルー、はい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 、シャンドラめっちゃ来るね、いいよ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 。で強制脱出装置を発動で強制脱出装置によってデスカンクエリティスをバウンスで、バウンスされたんでいっぱいチェーン発動します発動できるカード多すぎるだろ、発動できるカード多すぎるだろこれ。白金の城のラビュリンスも発動していいですね。はいどんだけカード発動できるんだよこれ。でラビュリンスの効果、でウェルカムラビュリンスの効果と、はいでシャンドラも帰ってくると一人だけでチェーンゴ組んでの草、あーアルベルね、あーはい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 、あそっかアルベル読めないけどめんどくさ、めんどくさ、鬼めんどくさいんだけど、まあいいや、オッケー、効果無効にして特殊感できる、まあまあまあいいや。またお前は天使族しか出せなくなったぞ。結局ね
このラビリンスって何が辛いかっていうと、その単体のトラップだけではなかなかやっぱその展開力が高い敵とかって制圧できないんですよ。例えばこのデスピアも多分今群雄割拠がなかったら結構やられてるんですよね。なんで、まあ、通常トラップカードとは相性がいいっていうのはもちろんあんだけど、モンスターを特殊化しますかって、これ何の方からくれ、もはや何の方か分かんないけど、特殊化するか、もはや分かんねえ。あれかな、これあれか、アリアンナの方か、はい。で、ウェルカムラビリンスを発動して、ウェルカムラビリンス。で、もう一回姫乗ってくる、はい。どう、この展開力。おりご主人様いらっしゃいませ、ご主人様、くたばりやがれ、ご主人様、パーン。くたばりやがれ、ご主人様。このメイドひどいな。ラビリンスはまだまだ強化パーツを残してるんでね、強化パーツが残ってるからこそなんだけども、まだそこまでですね、まだそこまで、そのなんかぶっ壊れって言うと強くはないかなっていう気はする、まだ、ただぶっ壊れ強化モンスターと強化罠が来るんですよ、そのうちね。ビッグウェルカムラビリンスっていうカードとさ、あとそれからこの姫のバトルモードが来るんですよ。これが来たらね、でかい、てか なんならね、あれ YCSJ、遊戯王 OCG の方の大会ね、なんかめちゃくちゃいっぱい人が参加して、なんかあれやるやつ、最近配信でもやってたけど、あれで準優勝しましたから、ラビリンス。はい。準優勝したラビリンスの方も、電脳か、これ、今回のランクも初めて当たったかもしんねえな。まだいいから、ちょっと増字通したいわ、これ。初動ねえから。これ、特殊召喚ですよね。なるほど。まあ、増字通りますよ、これ。墓が売ってなんで増字多分通りますね。うららがなければ。うららがなければ通る。よし。墓穴をケアできている。まあ俺は相手の裏のケアできないけどね。これ、マフージが。マフージはね、これね、ルーにも強いんでかなり。先行で開ければ、あと、ラックにも強いんで入れとくです。はい。いや、もうちょいドローさせてくんねえかな。もうちょいドローさせてほしい。もうちょい特殊召喚してドローさせてほしい。はい。ね、これ除外して。手札を1枚選んで墓地の来る、へえ、なんかわかんないけど、とりあえずそれいいか、それはちょっと一回スルーで、うららまだうちどこじゃないね。電脳界もな、使ったことないからちょっとわかんないんですよね僕。はい、割と環境デッキだと、あ、白い入ってる、強いで、それが特殊召喚される。そろそろ引いてほしいな、初動カード。ドローができるんで割と初動を引けるまではちょっと相手の展開を見守っていきたいという初動でございます。はい、はいはい。でワンドローと、はい、で俺もワンドローと、お前もワンドロー、俺もワンドローと、あ、来た、もういいや、オッケー、もうこいつ来たらいいや。午前試合、はい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 、午前試合、午前風勝ちだけにして風勝ちだけにして、風勝ちだけ、よし、風ね、オッケー。結局ね、通常トラップカードの除去ももちろん使うんですけど、永続トラップで縛り付けてあげないと、さすがに通常トラップだけでは止まんないことが多い。相手のデッキ。なので、強い永続トラップはね、入れた方がいいと思います。今のこの現状ね。あとか、そもそも YCSJ でさっき話したけど優勝した方の構築も永続トラップカードいっぱい入ってましたので、これ何これ。それは別にいいや。で、これ、これ別に、これ別になんか、アーゼウス出ないですよね、これ。アーゼウスは出ないですよね。風属性しか出せませんもんね。アーゼウス出ないよな。え、これ、やばい、なんか重ねてきてる。わかんねえ。わかんねえけど戻しとけ、これ。ちょ、わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。やばいやばい。わからん、わからん、わからん。わからん、わからん。戻してはいいから、これ。え、これなんか出てくんの、これ。いや、わかんねえ、俺。電脳がちょっとわかん、戻しとくわ。だから余ってるし、手札。ちょ、わかんねえから戻しとくわ。オッケー。いや、わかんねえから戻しとくせず草。誰かこの後に何かやばい展開があったら教えてください、コメントで。はい、アーゼウス出てこないから多分大丈夫だと思うんだけどね、多分一応ね。はい、でシャンドラの効果で
白金のラビリンス切ってラビリンスをセット、ラビリンストラップをセット、魔法でもいいんだけどね、はい、これね相性いいのはね、マフージがラビリンスってセットした次の自分のターンじゃないと発動できないっていう魔法カード、フィールド魔法もあるんだけど、フィールド魔法もこれ自分のターンくればセットできるんですよ。これ強いですよね。でこれ切ってもいいや、うららも使わねえ、うらら切るっていう暴挙でラビリンスをのフィールド魔法をセット、これ次の自分のターンなんでね、相手のターンにセットしてももう発動できるんですよ。さすがに強いと。で、墓穴は使えないと。うらら踏みます。はい。うららめちゃくちゃ踏むんですけど、うららめちゃくちゃ踏むんですけども、うららあります?ありそうだな。あ、増字か。まあ、増字はいいや。増字だったらいい。増字はいい。まあ、言うてね、そんな特殊しないんですよ、このテーマ。まあ、増字打たれても一時効果みたいな感じになるんで、まあ、ほぼね、大丈夫かな、増字は。うららが一番やばい。うらら、要はウェルカムラビリンスにうらら打てって話ですわ。皆さんはね。皆さんはウェルカムラビリンスにうらら打ちましょう。で、白銀の迷宮城の効果によって相手のフィールドのカードを破壊しながら、はい。バゴーン !OK。で、電脳怪盗、ジューロン、わからん。まあ、言うて巨奪やろ。言うてこれは巨奪やろ、これ。ウェルカムラビリンスじゃなくてこれ巨奪の方がいいんじゃね。これ巨奪巨奪で、もう絶対に相手のモンスター許さんっていう場面にしたいんじゃん、これ。もうあとはもうこの2900ピートすればいいだけだから、こっちは。で、バトルフェーズ入って、はい、ゴーゴーオッケー !5100! あと残り、ライフは5100。つまりあと2回投げれば勝てる。セット。エンド。自分の墓穴はこの幕口でめちゃくちゃ腐るんですけどね。ちなみに。まあ一応セットしといて、自分のターンでラビリンスを、出すっていう動きができるから、まあそれやってもいいけどね、セットしといてね、うん、まあ今もうラビリンストラップないからあれだけど、さすがにこの3癖キモすぎてもう相手心折れますよね、心折れますよね、あーこう見るとちょっと強そうよみたいな、このデッキ結局ね、このね永続トラップカードが相手のデッキに刺さるか否かっていうところあるわ、うん、これがね、やっぱ一番の勝ち筋ですね。この、結局通常トラップカードだけでね、勝ってるほど甘くないんですよ、この環境。なんで、その一妨害とかじゃなくて、もうなんか無限妨害、実質無限妨害ができる、あー、村子もね、OK。無限妨害ができる、あれ、永続トラップが、どのくらい相手の敵刺さるかによって勝率が変わるみたいな。あ、あれあ、あれおい電光石火ふざけんな、ああやめろ、おい電光石火、コビモンスターふざけんなマジで。